どうかな。こんにちは。聞こえます？コメント聞こえますか？こんにちは。こんにちは。聞こえますか？こちら。あれ？これどうやってやるんだろう。待って。逆になっちゃった。向こう映しちゃった。ちょっとこれさ、聞こえるって。ねこれさ、コメントのさ、コメントのさ、このバーがさ下がらないんだけど、これどうすれば、あ、下がりました。あ、よかった。今ね、電源を切りました。何だったんだろう、原因は。聞こえてるかな？うん。うん、4度目の正直。よかった。あ、ただいま。ちょっと待って。2X。撮影中です。何ですかね、原因。電波かな。でも電源切っただけで治ったよ。よかったね。よかった。電波悪かったから？電波弱いって。私が弱いから。あ、画質とかなんかカクカクしてるって。ちょっと郊外にいらっしゃるのでね。うん、自然あふれる場所にいます。すもんで。こんにちは。すごい。そっか。聞こえた。よかった。人生3度目のインスタライブ。そう、撮影の待ち時間でございます。電波悪いかな。悪い？ね、これ、お、暗くなっちゃった。チャームポイント、あと出た。電波微妙？ごめんなさいね。場所がね、確かにあんま良くないかも。暗いですよね、夜だからね。日本は え、これさ、あれ、こうやってコメント戻れるのか。何だったんだろう、原因。これコメントがさ止まっちゃったんだけどさ、それはさ、
なんでかな。これ見えてる？難しいな。インスタって。これさ、こういうの押したらさ、あ、止まった？こんにちは。止まった？動いてる？今動いてます？動いてる？え、止まってるの？なんかね、あ、あ、動いた。動いた。コメントがね。あ、そう、でもコメントはなんか昨日インスタが調子悪かったらしい。あ、そうなんですか、うん、ちょいちょい止まりますって。私の電波かもそれすいません。なるほど。血液型なんだと思います？ウィキペディアに載ってるからあ、今大丈夫って。今ただいま2 weeks の撮影中でございます。もう初回放送まで2週間を2 weeks を切りました2 weeks を切りまして、いろんな番宣が始まります。風邪ひいたって、お大事になさってください。あ、イヤベン最高でしたよ、ありがとうございます。それも言わなきゃ。そう、今日もやガラス弁当ただいま公開中でございます。見ていただけましたでしょうか。私もね、母と見に行きました。あ、これやっぱりちょっとさ、時差あるのかな。うん、時差ありますね。今 VS 嵐出てたって、なんでだろう。来週だからか。あ、そうだ、次回予告だ。そうです、なんと隔週で出させていただきます。なるほどね。そう、嫌がらせ弁当を母と一緒に見ました。母はいつもお弁当を作ってくれてたから、なんか、うん、私まで感動しちゃった。こうやってコメント待っちゃいますね。そうね、確かに告知から先します、うん、そう、それでありがとうございます。携帯あっちいな、これ。そしてですね、2 weeks が始まるにあたり、いろんな番組、バラエティ番組に出させていただきます。言いますねまず明日7月5日ドレミファドンに出させていただきます。 2 weeks チームでスペシャルですね。3時間かな、いっぱい早押しイントロクイズをやったので、ぜひ頑張ったから見てねそして今コメントにあったように、7月11日来週ですね、来週の VS 嵐にこちらも2 weeks チームで出させていただきます。そう、先週は嫌がらせ弁当チームで出させていただきましたが、うん、前回の反省を生かして頑張れたから、ぜひ来週も見てください。そして7月15日、15日、絶対見たくなる TV、うん、テレビがあります。それは三浦さんと、三浦春馬さんと出させていただきます。そう、前もね、クラゲ姫の時に出させていただきましたので、ぜひ、ちょっと深夜帯かな。そうですね、ですが見てください。24時40分から24時40分から、うん、もうもはや16日みたいなもんですよね。
ぜひ見てください。そしてそしてちょっと16日、7月16日、まず潜在能力テストのスペシャルに出させていただきます。ちょっとクイズがね、クイズというか、まあ、ドレミファドンとか潜在能力テストとかそういう系が続きますが、これも2 weeks チームです。基本的には2 weeks チームなんです。2 weeks のお知らせだから、うん、そしてこれスペシャルだから7時、8時、7時、8時、2時間スペシャルですね。押したら9時から2 weeks が第1話が始まります。ぜひ7時から15分拡大だ、その初回放送は。だから7時から10時15分までぜひ2 weeks を堪能していただけたらと思います。そして少し飛びまして、7月29日ネプリーグに出させていただきます。こちらも2 weeks チームでございます。なんかすごい2 weeks チームはチームワークが良くてすごい楽しくて、うん、ぜひ見てください。私も放送が楽しみな番組がいっぱいなので、ぜひ皆さんも見てくださいかな。あ、そしてチャンネルはそのままがいろんな場所で放送になっております。すごく嬉しいですね。こんなにまさか広がってもらえるなんて夢のようですね。ぜひチャンネルはそのまま、もう放送終わっちゃったところもたくさんありますけども、これからのところもありますので、ぜひチェックしていただけたらと思います。チャンネルはそのまま。あ、そうね、もや様、そう、コメントにもいくつかありました。もや様見てくださった皆様ありがとうございました。事前のお知らせができずにすいません。すごいなんか楽し、ほんと楽しかったです。楽しいばっかりなんだけど、本当に楽しかったです。うち兄がね、ま、あの、サマーズさん大好きだから、ね、センスあるって。私も大好きですけども、だからまさか、もや様、出させてもらえるなんて思わなかったな。すごい家族からというか、家族がみんなテンション上がって見てくれてました。広島来たことありますか？今年行ったかな、広島、うん、見てる側も楽しかったって嬉しい。ありがとうございます、ね、街を歩くのは楽しいなって思いました。私はやっぱりハード系フーパーがハード系フーパーの肩書きが嬉しい。こんにちは。このハートはなんだっけ、見てる人が押してくれるやつかな、うん、そっか、うん、すごいカラフルね、かわいい。お、大きいハート出てきた。電波頑張れってね、電波頑張れ。今ね2本、ん、2本しかないんすよ私、電波が。私も2本、ね、2本ですか。外出た方がいいって言ってたんだけどな。あ、また固まっちゃったかな。今一瞬だけ固まった。あ、動いた。すっごい携帯熱いけど大丈夫かな。もうそろそろ時間だから。時間かな。舞台最高でしたって、ありがとうございました。そうね、舞台も
舞台も無事に全34公演駆け抜けました。来てくださった皆様ありがとうございました。ハード系なんて、ハード系、やばいやばい、ハード系フーパーです私。アイアムハード系フーパー。電波悪いねって、うん、ちょっと嘘、あ、え、今4本まだかな。なんで暗いんですか。外にいるんです。今2ウィークスの撮影の空き時間でございます。雨は大丈夫、雨は午前中で止みました。止んで撮影をしております。よかった、声聞こえて。